ハルパゴスはメディア王国及びアケメネス朝、ペルシア王国の将軍である。彼はメディアに反旗を翻した、キュロス二世に協力し、メディアを滅ぼした。メディアの王、アスティュアゲスに仕えていたハルパゴスは、不吉な夢を見た王によって赤子だった、キュロスを殺すよう命ぜられた。ハルパゴスは、王が心変わりし王の孫である赤子を殺害した、自分を処罰するのではないかと恐れ。 代わりにアスティュアゲスの家来のミトリダテスという牛飼いに手を下させようとして赤子を預けた。ところが赤子を哀れんだミトリダテスは死産した我が子を身代わりにし、密かにキュロスを育てた。しかし、やがてこのことはアスティュアゲス王の知るところとなり、王に呼ばれたハルパゴスは真実を話した。この時王は怒りを表には出さず、その代わりにハルパゴスに 彼の十三歳になる一人息子を王宮によこすよう命じた。ハルパゴスはそれに応じ王のもとへ息子を向かわせたが、その子は殺されていた遺体は調理された。ついで王は宴会にハルパゴスを呼び、その材料を明かさぬまま料理を食べさせた。食後のハルパゴスに王は料理の味を問い、ハルパゴスは美味でしたと答えた。そこで王は遺体の残りを ハルパゴスに見せ、お前が今食べた肉は何の肉か分かったかと聞いた。この時ハルパゴスは特に驚いた様子も見せず、何の肉かはわかりました。私は王のなさることにはどんなことでも満足ですと答え、遺体の残りを持ち帰った。やがて王はこのことを忘れたが、ハルパゴスの胸中には王への確かな憎王が生まれた。 ハルパゴスはその後もアスティュアゲスに忠実に仕えたが、その裏で成人してメディアに従属するアンシャンの王になっていたキュロスに近づいたり、メディアの重心たちにキュロスを擁立するよう根回しをするなどの工作を行い、準備が整うとキュロスにアスティュアゲスに反乱を起こすよう進めた。そしてキュロスは紀元前552年にメディアに反乱を起こした。この時、 アスティュアゲスは、ハルパゴスを、キュロス討伐軍の総司令官に任命したが、キュロス率いるペルシア軍と交戦するや、いなや、ハルパゴスは、メディアを裏切って、キュロスを勝たせ、最終的に、キュロスはメディアを滅ぼした。敗れて捕らえられたアスティュアゲスのもとにやってきたハルパゴスは、アスティュアゲスを、散々ののり、宴会でのことに触れ、王から奴隷になり下がるのはどんな気分かと尋ねた。 アスティュアゲスはその問いかけには答えずにハルパゴスの行いを非難した。それから、ペルシアの将軍としてキュロスに仕えたハルパゴスは、キュロスのリュディア遠征に参加した。リュディア軍との海戦においてハルパゴスは、ラクダに騎兵を乗せるという奇策を提案し、勝利の立役者となった。続いてキュロスは、リュディアのトサルディスを落とし、リュディアの王クロイソスを取りことした。リュディア滅亡後、 ハルパゴスは、ポカイアやテオス、ミレトスといった、イオニアのギリシア人のポリス、カリア、カウノス、リュキアといった小アジアの諸地域を、次々と征服して、ペルシアの勢力拡大に貢献した。ハルパゴスがいつ死んだのかは不明である。ありがとうございます。